コミカルエースを決定する一戦。高見社長、そのように聞いてるんですけどいかがですか？まさにそうですね。私なんてやとのコミカルエースを決める一戦なんですが、台本を今見たら、神亡き後の亡きが、死亡の亡になってます。そうなんですよね、死んでええわ私まだ。はい、双上社長健在ですからね。健在でございます。はい、ちなみにこの大会はですね、1月5日ガミが引退して初の、大会になるわけですね。あ、そうですね、はい、さあそのガミがいない風景ということで、まあその新しいコミカルスターが誕生するかというそういう期待もありますよね。そうですね、コミカルエースなりなんなりも何でもええから、私がいてないこう、リング上がどうなのかを結構楽しみにしてたんですけど。あ、なるほど、さあシダレジャイアンツの方もこのコミカルウェーブに挑戦ということになります。さあ出てまいりました、シダヒカルことケンちゃん。さあこの人はもう本当にコミカルエースの最右翼と言ってもいいでしょう。そしてこちらかな、ガミさんはあれですか、やはりこの本部席で、レスラーとしては引退されてるんで、もう全試合をチェックするというような、そんな形をされてたんですか？そうです、そうです、そうです、はい、さあ、この6人が今、リング上に勢揃いしました。さあ、まず先発は松本都、はい、まずランマルはですね、必ずキャリアを気にしますからね。そうですね、はい、さあ、この呼び込んだキャリアの一番パイセンが、ランマルパイセンということで。そうなんですよね、なんと16年目と言ってましたからね、はい、この時無駄な16年ですね。そうですね、あまり身のない16年だったんですね。身のない16年ですね、はい、さあこの松本美和子とカナ、この両者が先発でスタートいたしました。まずは普通に、意外にも普通の立ち上がり、プロじゃない、東スポーツさんがやる、はい、プロレス大賞というのと他にネット系でやる、ネットプロレス大賞っていうのが年末行われるんですね、年に1回、はい、で、見事にガミリグレ7が私のインナー試合興行と、はい、ベスト興行9位なんです。おお、すごい。ましたか、はい、崖の淵の12月19日の大会が、なんと39位ぐらいに入ってます。入ってるんですね、崖の淵、ガミさんが出た大会。そうそうそう、はい、その他入ってる女子の行動が、ランマルフェスタなんです。おお、どんだけコミカルな需要あんねんすけど。本当ですね、ランマルフェスタ入ってるんですか。入ってたんですよ。ってことはこのプロレスさんには非常にコミカルな需要が大きいということになります。そうなんです。さあ、やはりいつものダンスからスタート。
術です。あ、そういうことですね、正式には、はい、さあ、この大阪ではね、披露されてるんですけども、はい、東京これが初ということで、これ初めてかかったのは私です。あ、かかったんですか、はい、これどうですか、かかった時の。いやもうなんかね、あの時の興奮が忘れられないですね。あ、やはりそうですか、両者ノックダウン、なんともこれはすごい体力の消耗であります。57分が経過、残り時間は3分を切っている。ピンちゃん、ノリノリやん。ノリですね、おかしいな。ノリノリやな、さすが。やはりはコミカルエース、うん、やはりコミカルエースといえばこのケンちゃんかもしれない。さあ、ケンちゃんが非常にこのコミカルの試合になるとノリノリになります。そして両者立ち上がって、ドーンとダブルのラリアット。さあ、試合時間はもう58分59分と経過しているようだ。まだ術は続いている、まだ術は続いている。
さあさすがもうケンちゃんはコミカルエースと言っても本当に過言ではない。ケンちゃんはなかなか否定してますね。
ましたね。そこに旬なんだ。存在自体がコミカルであります。このランマル、おっと、早くも心が折れる。このままでは負けてしまう。
大阪選手には、はい、さあこの大阪ではね披露されてるんですけども、はい、東京これが初ということで、これ初めてかかったのは私です。あ、かかったんですか、はい、これどうですか、かかった時の。いやもうなんかね、あの時の興奮が忘れられないですね。あ、やはりそうですか。両者ノックダウン、なんともこれはすごい体力の消耗であります。57分が経過、残り時間は3分を切っている。ケニちゃんノリノリやん。ノリですね、おかしいな。ノリノリやな、さすが。やはりはコミカルエース、やはりコミカルエースといえばこのケンちゃんかもしれない。さあケンちゃんが非常にこのコミカルの試合になるとノリノリになります。そして両者立ち上がってドーンとダブルのラリアット。さあ試合時間はもう58分59分と経過しているようだ。まだ実は続いている、まだ実は続いている。これはなかなか楽しいです。あ、これはコミカルエースを競う一戦ですけれども、おっとここでアイスボン同士の対決になりました。白ひかると松本都、松本都はガキの口プロレス代表。さあ今度はカナと大川。さあこのカナがもコミカルの枠で入るとなかなかのものを持っております。やはりポインポイントを持っているだけ強いか。コミカルというか本当に三上さんが、はい、まあ、ガンスで本気であるわけですけども、はい、このメンバーどの人がコミカルをやってもやっぱりちょっとなかなかこう面白そうですよね。そうですね、やっぱりでも志田さんやるのが一番正当じゃないですかね、はい、そうですよね、うん、さあケンちゃんがやはり三上さんの後を継ぐのか。新春コミカルウェーブ、大神カナアジシナイカルバーサス9000人じゃらんまるフェアレーリンボーマシン今週はガミ亡き後のコミカルエースを決定する一戦。高見社長、そのように聞いてるんですけどいかがですか。まさにそうですね、私亡き後のコミカルエースを決める一戦なんですが、はい、台本を今見たら、はい、ガミ亡き後の亡きが、はい、死亡の亡になってます。そうなんですよね、はい、死んでええわ私まだ。はい、高見社長健在ですからね、はい、健在でございます、はい、ちなみにこの大会はですね1月5日ガミが引退して初の、大会なのか、ね、あ、そうですね、はいはい、さあそのガミが二大風景ということで、まあ、その新しいコミカルスターが誕生するかというそういう期待もありますよね。そうですね、はい、コミカルエースなりなんなりも何でもええから、うん、私がいてないこう、うん、リング上がどうなのかを結構楽しみにしてたんですけど。あ、なるほど、さあシダレジャイアンツの方もこのコミカルウェーブに挑戦ということになります。さあ出てまいりました、シダヒカルことケンちゃん。さあこの人はもう本当にコミカルエースの最右翼と言ってもいいでしょう。そしてこちらかな、まあ、ガミちゃんはあれですか、やはりこの本部席でレスラーとしては引退されてるんで、はい、もう全試合をチェックするというようなそんな形をされてたんですか。そうですそうです、はい、さあこの6人が今リング上に勢ぞろいしました。さあまず先発は、お、松本都、はい、まずランマルはですね必ずキャリアを気にしますからね。そうですね、はい、さあカナは呼び込んだ、まあ、キャリアの一番パイセンが、はい、ランマルパイセンということで。そうなんですよね、なんと16年目と言ってましたからね、はい、この時無駄な16年ですね。そうですね、あまり身のない16年だった、身のない16年ですね、はい、さあこの松本都とカナ、この両者が先発でスタートいたしました。まずは普通に、いわゆる普通の立ち上がり、プロじゃない、トースポーさんがやる、はい、あのプロレス大賞というのと他にネット系でやる、ネットプロレス大賞っていうのが年末行われるんですね、年に1回、はい、で、見事にガミリグレ7が私のインナー試合興行と、はい、ベスト興行7位、いや9位なんです。おお、すごい、ましたか、はい、ガミさん亡き後のこのコミカルエースを競う一戦であります。さあ松本都が選んだトップロップ崖の内プロレス代表の松本、おっと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 、2段目そう背中のプレートもロープ当たり、これはいいんですか。いいんじゃないですか、松本都の辺。そうですよね、あっと、ここでもう一バランス、はい、多分これがやりたかっただけなんで。ただそういうことなんだ、はい、まあ、神さんはですねこの引退直前にこの松本都と因縁が勃発して、はい、コミカルウェーブ非常にやられましたけども、この松本都というのは一体どんな感じの選手なんですかね。アホですね、あ、まあ、一言で言うとアホ、アホです、頭はいいらしいんですよ、おお、どっかの有名な大学の人なんで。あ、大卒で、もうちょっとケンちゃん空気をねーわー、ガーッと金縛りかからない。さあケンちゃん
急呼んでもらえない。あ、私は行けない。うわ、最悪。どうした、ケンちゃん。助けてとか言ってますよ。そうですね、どうこれは金縛りにかかりません。お、金縛り、ここに来た。またしてもケンちゃんは空気を読めない。してますよ、反応してます。